駅舎に付けられている建物財産表小畑駅は、京都府宇治市小畑大瀬戸にある西日本旅客鉄道奈良線の駅である。駅番号は JRD07。JR の駅名は小畑であるが、近隣にある京阪宇治線の小畑駅は小畑とそれぞれ読み方が異なる。また、駅周辺の一部地名には小畑と読むものもある。 小畑西部に位置した陸軍宇治火薬製造所小畑分、工場への引っ込め線が本駅から引かれていた。その後、線路は撤去されたが、築堤の大部分や道路をまたぐ橋桁等がそのまま残されている。このうち、京阪宇治線二世は道路に転用され、パナソニックの工場や下水処理場への搬出入り図として利用されている。また本線と、 並行する一部区間は1983年に遊歩道小畑緑道として整備されている。駅構内の北側にある小畑踏切は両側の道路と比べて幅員が狭いこと及び一方、通行から対面通行に変更され交通が以前より複装していることなどからボトルネックとなり慢性的な交通渋滞の原因となっていた。また、 周辺の交通状況が原因となった自動車の踏切内での立ち往生などの障害事案が10年前の3倍以上に増加していたほか、歩行者の安全が脅かされる状態が向上化していた。このため、京都府の事業により踏切道拡幅と歩道の設置、及び踏切道延長を短縮する工事が行われた。このうち、 踏切道延長の短縮については、かつての中線を新たに副本線として再整備することによって実現しており、延長は従来の17.4メートルから8.8メートルに短縮されたほか、踏切道復員については踏切寄りのホームの一部を除去するなどし、新たに設置される歩道を含めて、従来の5.5メートルから10.5メートルに拡幅された。これらの事業のうち、 踏切を含む JR 敷地内の工事については、同社に委託されている。事業は2010年から3年間で実施されたが、総事業費は約3.2億円と見積もられていた。相対式ホームに面2線を持つ行き違い可能な地上駅。元は2面3線であったが、2001年3月のダイヤ改正後に一線スルーに変更された際、中線の2番線が撤去され、 旧三番線が新二番線となった。その後、2012年4月には校内にある小畑踏切の道路延長短縮のため抽選跡を活用する形で旧二番線を復帰させ新二番線を廃止した。宇治駅が管理し JR 西日本交通サービスが駅業務を受託している業務委託駅である IC カード乗車券 i c o を利用することができる。 京都府統計所によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。